グラフギア500、グラフギア1000、グラフ1000法プロの比較をしていきたいと思います。皆さんこんにちは、ピースケです。今回視聴者様からいただいたコメントで、こちらの3製品の比較をしていきたいと思います。1つ目がペンテルのグラフギア500、2つ目が同じくペンテルのグラフギア1000、3つ目も同じくペンテルのグラフ1000法プロですね。すべて 0.4 のものを使っています。回信につきましてはこちらのアインシュタインですね。0.4 の 2B、3製品すべてに入れてあります。はい、ということで簡単に表を作ってみたんですけども、こんな感じで比較していきたいと思います。まず重さからそれぞれ測っていきたいと思います。最初にグラフギア500ですね。15g、グラフギア1000、21g、グラフ1000法プロ、11g、続いてコードの表示窓について見ていきたいと思います。上から順番にグラフギア500からやっていきたいと思います。グラフギア500については、キャップ部分にコードの表示窓がついています。表示できるのは B から 2H までですね。3H のところは緑色になっています。続いてグラフギア1000ですね。こちらに関しては先ほどのグラフギア500とは違って、キャップ部分はノックのみとなっております。コード表がこちらのグリップの少し上についておりまして、ペンの先端を回すと、コードが変更できるようになっております。表示窓に関しては 2B から 2H までですね。先端が少し緩むとコードの表示窓が変わってしまうので、この辺は少し使い勝手が悪いのかなと思います。はい、3つ目はグラフ1000法プロですね。こちらはグラフギア500と同じような形で、ノック部分にコードの表示窓がついております。表示できるのは B から 2H までですね。はい、ということでこんな感じの結果になりました。続いてですね、重心を見ていきたいと思います。こちらに関しては感覚的なお話になるかと思います。最初はグラフギア500ですね。重心に関しては真ん中よりやや手元寄りのこのあたりですね。続いてグラフギア1000、こちらに関してはほぼ真ん中ですね。気持ち右のキャップ部分寄りですね。最後がグラフ1000法プロですね。こちらに関してはほぼ真ん中ぐらいですね。はい、ということでこちらの3製品を比較した場合には、グラフギアがかなりグリップ寄りなのに対し、グラフ1000法プロが真ん中、グラフギア1000が真ん中より気持ちノック部分寄りですね、という結果になりました。はい、まとめなんですけども、上からグラフギア500に関しては軸部分ですね、ややチープ感が見られます。グリップはローレット加工になっておりまして、ペン先は全くブレない構造になっています。重さに関してはグラフ1000法プロより 4g も重かったのが驚きましたね。続いてグラフギア1000なんですけども、ペン先を出す際に先端が一緒に出る構造になっています。収納する際はこちらのクリップを押すと先端が収納される仕組みなんですけども、これによってですね、ほとんど書いてる時にはわからないかとは思うんですけども、ペン先が少しだけブレる感じがします。ネット情報によりますと、こちらのグラフギア1000に関しては、持ち運びすることを前提として作られているので、ペン先が収納できるようになっているようですね。こちらの収納できることによって、書き味が少しだけ損なわれているという情報もありました。補足といたしまして、こちらのグラフギア1000なんですけども、クリップ部分を外しますと、こんな感じで芯詰まり用の針がついています。最後がグラフ1000法プロですね。こちらに関してはマットブラックで、一番重さとしては軽くなっております。重心もちょうどど真ん中で、非常にバランスの取れた製品となっております。一つ難点を言うとすれば、こちらのコードの表示窓なんですけども、個人的に 2B が好きなので、そちらが表示できないのは少し悲しいかなと思いました。最後にノートに書いて終了したいと思います。ノック時の音なんですけども、グラフギア500ですね。続いてグラフギア1000。最後がグラフ1000法プロですね。はい、こんな感じで書くことができました。3製品で比べてみますと、明らかに書き味がグラフギア1000がペン先収納のためか劣ってる感じがわかりますね。ペンが細めでグリップタイプが好きな方っていうのはグラフ1000法プロがいいですし、ローレット加工が好きな方っていうのはグラフギア500の方がおすすめですね。はい、ということでこの動画は以上になります。グラフギア500、グラフギア1000、グラフ1000法プロの比較をしてみたんですけども、一番バランスよくまとまっているのは一番下のグラフ1000法プロかなと思いました。導入でグラフシリーズを使いたい方っていうのはグラフギア500あたりから入ると非常にスムーズに使えるかなと思います。芯の太さに関してもこの3製品とも同じで 0.3、0.4、0.5、0.7、0.9 5種類のラインナップとなっております。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。